皆さんこんにちは。ご覧のように悪天候の中で行われる今日のゲーム、濡れたピッチがゲームにどう影響するのでしょうか。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんもお迎えしています。生放送でお送りするセリエ A の一戦、ナポリがカリアリと戦います。これもまた解説しがいのあるカードになりました。どんなプレーを見せてくれるのか楽しみにしています。こちらがナポリの先発メンバーです。ナポリは国内のカップ戦で何度も優勝するなど、イタリア屈指の名門クラブです。かつてはヨーロッパの舞台でも頂点に立ったことがありますね。アウェーチームのラインナップをご覧ください。福西さん、 3-5-2 のフォーメーションでしょうか。はい、より守備寄りの形です。両サイドのウィングバックを前に出してオフェンスに人数をかけていくことも可能です。キックオフ、試合が開始されました。ここはファールの判定です。警告はなさそうですね。サイドが空いています。中には入れさせない。いいタックルです。ボールがこぼれている。ここでカット。ラーション、マークを振り切った。強烈なシュートでしたが、ボールはポストの外側へ。惜しかったですね。あと少し内側なら入っていたでしょう。この位置で相手のマークに合っています。パスは通さない。実績を考えるとミランにかかる期待は大きかったのですが、ここまではあまりうまく、おっと抜け出しそうですね。ゴール、ボールは無人のゴールに吸い込まれていきました。ゴール前がぽっかり空いています。これは守備側のミスですね。インターセプトしました。ディフェンスを置き去りにした。さあクロスのチャンス、絶好のチャンス。ああ点差を広げるチャンスでしたが、ここは痛恨のミス。あの状態で決められないなんてちょっと信じられません。後で悔やむようなことにならないといいんですが。ここでカットしました。いい形でゴール前まで持ってきました。打ってきた。ここは枠を捉えきれません。
ダニエレ・バゼッリ。ボールを失いました。パスコースにはディフェンスがいます。抜いた。周りを確認したい。決定機の阻止に当たればレッドもありえますが、レッドカードが出ました。退場です。プレーがプレーでしたからね。これは文句言えないでしょう。相手が高い位置からプレスをかけてきます。ここはサポートに行った方がいいですね。ロレンツインシーニア。ここでダルイン。パスの先には味方が走っていました。クリア。いいところに出た。このシュートは枠に行きません。決まるかと思いましたが、コースをうまく消されましたね。ダニエレ・バゼッリ。ビシーニ。ビッグチャンスだ。ゴール。ボレーシュートが決まりました。見事なフィニッシュです。映像が来ました。ボールを奪ってからあっという間の攻撃でしたね。相手は対応が遅れています。そしてこのシュートです。激しい当たりをものともせず決めてきました。それにしても強いですね。取り返しました。今のところポゼッションはナポリが上回っています。ピッチの中盤を抑えることで試合を優位に運べていますね。このままならさらにリードを広げられるんじゃないでしょうか。味方へのパスは少しタイミングが合いませんでした。スローインになります。この位置でカットした。ここはカウンターのチャンス。カウンター失敗。相手にボールを奪われます。ナポリがボールを失いました。ここはしっかりクリアしました。さあスタジアムのテンションが上がります。プレーは止めません。主審が流していますね。相手は高い位置からプレスをかけてきます。いいロブですね。これは得点のチャンスか。いいボールを送りたい。ここはタックルでうまく対処しました。スローインです。主審はよく見ていました。ここで試合を止めてイエローカードを提示します。プレイを流していましたが、今のは仕方ない判定でしょう。よく見ていました。決まればまだ分かりません。同点まではあと1点。逆転までにはあと2点が必要です。一人で持ち込んだ上でのフィニッシュです。かなりの距離を走っていますね。ディフェンス側は何をしていたんでしょうか。ゴールデンカイヤリの人数の9ケイタバンデ。タックルでボールがこぼれました。アディショナルタイムが2分追加されました。ポリターノ。ファビアン・ルイス。ポストに当たって入りました。わずかに触っているんですね。
あと少しで失点を防げただけに、ここはキーパーも悔しいでしょう。前半が終了しました。スコアは3対1、2点のリードでハーフタイムを迎えます。ラーション ナポリがリード。後半のキックオフです。ディフェンス陣のうまい連携で攻撃を止めます。パスコースにはディフェンスがいます。ラーション、ボールがこぼれた。ケビン・ストロートマン、ダニエレ・バゼッリ、激しいタックル。エリア内では危険ですよ。突破した。これは危ない。これは残念。惜しくもバーの上でした。いいループシュートでしたが、もう少し落としたかったですね。ラーション、うまくかわしました。クロスボールがボックス内の味方へ。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。ダルビン・ヌニエス、ボールはミドルサードからアタッキングサードへ。このパスは読んでいました。さあカウンターを仕掛けるか。このチャンスは生かしたい。シュートはわず。静かに枠の外へ。お手本になるようないいカウンターでしたね。爪が甘かったことだけが悔やまれます。ダルビン・ヌニエス、ボールを保持できません。ゴール前、期待も高まります。決まれば1点差。ナイスタックル。ファールをせずよく止めました。中に入れた。このボールはディフェンスがクリアします。危ない場面でしたがディフェンダーがカットしました。おっと、ボールを失いました。ダニエレ・バゼッリ、決まるか。まだ危機を出していません。パスを出した先は相手の選手。いやー、ゴールキーパーのファインセーブでしたね。見事な仕事をしました。ここはインターセプト。しっかり予測していました。いい位置です。決まった。ゴール。これで3点差。さらにリードを広げます。リプレイを見てみましょう。浮かせたパスをディフェンダー越しにつなぎました。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。大量リードをもらって監督も自然に笑みがこぼれています。
試合も終盤に差し掛かっています。逆転は厳しいかもしれません。攻撃はここで止められます。ダルビン・ヌニエス、メルテンス、ボールを取り返します。カウンターを狙います。上がっていけるか。このパスはまっすぐ相手に渡ります。サイドが空いています。このクロスはキーパーが弾き返す。タッチラインを割りスローイン。選手の交代が両チームにあるようです。インターセプトしたのはクリバリ、コースを読んでいました。中の選手にクロスを入れた。ゴールキーパーが果敢に飛び出しました。しっかりキープしています。シュートを打った。あっと、これを決めてきた。キーパーのミスを見逃しません。ゴールキーパーのミスですね。ここはどうしたでしょうか。ちょっとした余裕なのか、逆に焦ってしまったのか、どちらかは分かりませんが、痛いミスなのは変わりありません。ha segnato il Cagliari con il numero 30 Leonardo Pavoletti。何かしてきそうですが、ここはフリーキックです。直接狙えそうな距離ですね。このフリーキックは大きく枠をそれました。意図したボールが蹴れなかったようですね。どんな狙いだったんでしょうか。いいところでインターセプトしました。最後の手段か、滑った。これはスローインになります。ここのエリアは注目ポイントになりそうです。メルテンスへ、タックルが決まってボールをダッシュしました。ここはカウンターのチャンス。突破した。決まった。ゴールゴー。大差で相手にリードを許していた試合もこれで1点差。残り時間わずかとはいえ、同点への希望が見えてきました。リプレイです。切り替えの早いお手本のようなカウンターでしたね。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。ここで試合終了。アウェーチームはこのリーグ戦に敗北してしまいました。点差での敗北となりましたね。スコアを見ての通り、決して勝てない試合ではなかったと思います。次の試合に期待しましょう。この選手ですが、今日は素晴らしいパフォーマンスでチームに貢献していました。素晴らしい働きで何度もチャンスを演出していました。ゴールも決めてチームを勝利に導きました。